主人公機として完璧な最後を見せるナラティブガンダム。痩せっぽちのガンダム。俺このガリガリなガンダム好き。顔がニューっぽくて好き。設定上はニューのテスト機だったっけ。うん、だから元のナラティブにはバルカンしか攻撃兵装がない。アナハイム社が自社で MS 用の装備をいろいろ開発するのに、なんかすげえ都合がいいところに装備コネクタついてて、いろんな装備と親和性のある MS の形状した開発機材が欲しいなってことで、0080年代末期から0090年代最初期ぐらいの時期にアナハイム社内で開発試験のためだけに運用する目的で建造された。どこで予算が通ったのかもよくわからんし、正式な分の投資ナンバーもついてない試作実験用 MS。この痩せっぽちの微妙なやつをわざわざ持ち出したのは結局サイコフレーム目当て？あとは作戦に応じて装備返しやすいくらいか。サイコフレーム使えるのとコクピットにいろいろ持ち込めるから、自力ではまともに歩行もできないサイコスーツとその連結機材を仕込むのにちょうど良かったのと、サイコキャプチャーを備えた演装備に適合するロー紹介が独断で動かせる MS がナラティブガンダムしかなかったのと、コロニー内でニュータイプ D 発動させてフェネクスをおびき寄せるためだから、はい。サイコフレームの装着経験があるようと、捕獲作戦中の状況に応じて対応できる拡張性持って行っても金握らせれば問題にならない程度の扱いってことで、ナラティブ君が不死鳥狩りに最適の MS だった。 D 装備が一番好きだな。背中の遠隔攻撃端末が良い味してる。インコム、インコムじゃない。めっちゃ好き。久々に見たけど、えい装備盛り盛りでかっこいいわ。改めてえい装備に一回乗っただけでヘトヘトになるような見てたらスパロボで酷使させてごめんねってなった。実はえい装備ってあのスーツを着てないと普通に死ねるレベルの速度を出してるんだ。肩ひょろひょろだったなお前。脱出装置完備だし、任務によってオプション選択できるし悪くない。良いよね、幼なじみ再会させるためだけのガンダム。こんなに頼りない見た目をしてるし、性能もめっちゃいいとは言えないが、最後まで最高にかっこよかったガンダム。あのコアファイター分離できるガンプラは、なんだよこのニューの試作機って設定、なんだこの向きだし的な全評判。まるっきりそう思ってたのに最後はいけってなってた。ぶっ壊れてながら主人公をヒロインの元に送り出すのは哀愁さえ感じちゃうわ。カモメ型コアファイターがヨナを送り届けるの好き。ミシェル・ゾルタン・シナンジュス第二ナラティブと原作に存在しない要素が多すぎて、不死鳥狩り既読組からも不安視されていた公開前、かなりうまいことやったよね。仕事は完全にこなしたからな、勝率 0% でも良いですよね。激ついスコア0というか、相手が悪いよ。相手がレオ、ジオングスタインとフェネクス相手とか、どれだけ対峙できる MS がいるんだ。生き様がかっこいいという珍しいガンダム。共鳴状態の青サイコフレームのガンプラ出さないのかってなった。青サイコフレームにコアファイターついた HG が出ると思って長い時が経った。ニュータイプ感染してからは割とネオジオングとも戦えてて驚いた。いろんな意味でヨナ君とシンクロしてんだよなこの機体。ナラティブは最後にヨナ君を送り出すために鳥になって、送り出されたヨナ君は強化スーツ全部捨てるのがいいよね。リタの中に入ったヨナの覚醒ぶりがいいんだよな。こんな痩せっぽちにも共鳴してくれたネオジング君がいます。艦王派のすごい出力で乗っ取っただけじゃねえか。外付けサイコフレームパワーすごいよね。お前まで俺を見捨てるのかよ。コンテナぶった切って出撃するのかっこいいよね。 A 装備は言わずもがな、 B 装備はインコム射出シーン、 C 装備は出撃シーンと、最後のあれで核装備見せ場がちゃんとあんの好きなんだよな。どれもちゃんとかっこいいのいいよね。スパロボでバナージに乗り換えさせることができたのは良かった。スパロボ30でミシェルが生き残ってくれて嬉しかったよ。嬉しかったけど、フェネクスの武器使うたびに霊体のミシェルが出るシーンで笑ってしまう。ラストシューティングからのコアファイターいいよね。なんか先輩主人公が助けてくれるのもいい。マグナムに心とらわれててダメだった。ネオングイルならマグナム持ってくるのは不自然じゃないし、ネオジオング相手に火力通せるのあれくらいだし、バナージも普段は装備してなさそうだしな。マグナム戦闘区域に近づいてからマグナムの用意要請してるし、ガンダムだぞすげーって見学してる隊員たちいいよね。
ナラティブは小説もおすすめだよ。不死鳥狩りじゃない方。ニュータイプ D のプログラムとかどこから持ってきたんだミシェル。正直ナラティブ本体よりよりを外に出せない代物だと思うぞ。マーサ捕まえて手に入るのはフェネクスの情報だけじゃなくバンシーの機体データもあるからね。ユニコーンはミネバの元でフェネクスは宇宙を放浪していてバンシーはどこにあるんだ。連邦、おそらく真面目に解体されておとなしく封印されてる。どっかに行ったり多分呼べばパーツ単位からでも復活する兄弟に比べてバンシー君は真面目だな。フェネクスからヨナ君をバナージが連れ出した時にユニコーン出てきてたけど君本当に封印されてる？バナージが呼んだら起きない？シールペタペタ貼って封印よし。一回バナージも向こう側行ってるせいでニュータイプ空間だとあいつユニコーンガンダムとして認識されてる可能性がある。最後お前はこっちやするユニコーン来えよ。ユニコーンくんちょっとバナージ大好きだからこうやって精神体がなんか驚いてる。最後まで見るとこの痩せっぽちが愛おしくなる。ハッタリの効いたい装備の時点で好きだったけど最後まで見たらナラティブガンダム自体が好きになっていた。撃墜爆散した主人公ガンダムも結構珍しいかも。100点満点の前座機体だと思う。戦うための機体じゃないし戦果もないんだけど最後の最後でコアファイターまで込みでヨナを送り出すっていう完璧な仕事したやつ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いするのだ。